実は第3セットがこれから始まります。セットカウント2対0 JT がリードしてこれから第3セットを迎えます。岡山県総合グラウンド体育館ジップアリーナ岡山にでお送りしています。この同じ運動公園内には J2 ファジアーノ岡山のホームシティライトスタジアムもあります。岡山ではスポーツの聖地と言っても過言ではありません。このジップアリーナ岡山から JT と黒部の試合をお伝えしています。 JT のサーブモミーのサーブからスタートします。福本が拾います。まずは縦のミドルを使ってきました。中村がここは決めてきます。 JT は第1セット第2セットとスタートメンバー変わっていません。西川、和田、田中、モミー、タットダを高橋という6人で始まっています。さあ梅津のサーブから始まっていきますが、フォアキングでした。一方の黒部ですが、高橋亜美、菊池、中村、山口、梅津、コクラムの6人で始まっています。1対1、田中瑞希のサーブです。田中瑞希のサーブはネットにかかりました。黒部としても伊藤監督何か手がかりはきっかけを見出したいということで選手も入れ替えてきています。第3セットスタートから梅津を使っています。高橋亜美のサーブです。失礼、中村さんサーブです。西川ここは徹底して狙ってバックセンター、ここは田中が決めてきました。この人が後ろにいても非常に怖さ見せつけています。山口飛んでいましたがその脇を狙ってきました。タトラのサーブちょっと乱れた。菊ちゃんが高橋返すだけ。もみ西川を使ってきます。ブレークします。3対2もみ西川とクロスに決めてきました。3対2リード JT があります。タットダウンのサーブ、ここも福本を狙います。バックセンター、ここは梅津を打ってきます。フラッグ上がります。得点は JT です。梅津のサーブという魅力もありますので、この人のサーブの時というのも反撃のきっかけになるかとは思います。4対2タットダウンのサーブ、フローターサーブ、福本を狙います。徹底してここも狙っています。高橋亜美は決めてきました。黒部が切ってきます。高橋もここまでは 18.1% という決定率、なかなかここは調子が上がっていない印象があります。この人がやっぱり決めると得点も増えてくる、調子も上がってくるという印象のある黒部です。ミドルをここは使ってくる。高橋マリナが決めてきました。すかさず切ってきます。 JT5対3です。和田のサーブ、強いサーブですがここはネットにかかりました。5対4です。高橋亜美のサーブ乱れました。和田ハイセット、西川後ろからのボール、ちょっと力ありませんでした。梅津、菊池上げます。バックセンターから高橋、目黒、このボールは JT につなぐことができませんでした。5対5、黒部追いつきます。決めてきました。5対5同点です。高橋アナのサーブ、黒部アンダー、西川レフトワンタッチあります。菊池ネット際、梅津が返す。和田、もみライトから、ここは高橋が決めます。福本、梅津、ワンタッチある。目黒、和田、西川、ここは吸い込みました。ラリーを制したのは JT マーベラス。きちっとここは西川がハイセットを決めています。2枚飛んでいましたが吸い込みました。6対5、西川のサーブです。高橋、菊池に帰ります。ここはライトから決めてきました。
山口が最後決めています。山口もミドルの選手なんですが、もうサイドアタッカーのようなこのアタックを決めました。6対6ですが、山口のサーブはアウトになりました。山口サーブを打ってバックローですのでベンチへと下がっていきました。ミドル高橋のサーブです。ミドルはタットダウが前に行きます。トマト口上げる、梅津もみバックセンター、川西パーコークラム、梅津拾う、もう一度上げてライトから、ここは和田が決めてきました。和田も9分の5という成績です。5割を超える決定率、バックアタックも4分の3 75% 決めています。高橋のサーブ続きます。福本からセッターに帰ってミドルを使う中村、福本梅津レフトブロックリバウンド、フォアブロックアウトを取ってきました。ワンタッチ取ってきました。8対7です。このプレーがあります。梅津がここは決めてきました。前が狙います。タッタを上げてコンパクセンター、これ使ってきます。西川を使ってくる、コクラム決めてきました。8対8追いつきます。この人が乗ってくるとまた試合は分からない展開になっていくと思います。目黒を狙いました。セッター菊池のサーブです。西川見上げてミドル、ここはタットダを使ってきました。クイックを選択しました。9対8です。足のカメラがエクイック決めています。さあ9対8、もみのサーブです。前を狙う福本、菊池バックセンター、ここは高橋、ここはフェイント押し込めませんでした。ここもちょっともったいないシーンが見てしまった印象があります。10対8、もみのサーブが続きます。福本口に帰ります。中央ミドルを使う、中村を使いました。上げてここもミドルを使う、タッターをアンダー、梅津レフトタッチはあります。ワンタッチ取ってきました。9点目が黒部に入ります。梅津が打ってきました。梅津が決めて、カーサーブ効果があります。梅津のサーブ正面からご覧いただきましょう。ワンタッチ取ってきました。梅津のサーブでここで追いついて勝ち越していけるか。左サイドからのサーブ、西川ネット際、和田が打つ、菊池コークラムリバウンド、目黒もみ、和田チャル繋ぎます。菊池高橋のアタックはネットを越えませんでした。11点目が JT に入ります。サーブをここは続けたかったという印象もあるでしょう。監督としてはここは続けたかったというようなところもあったかと思います。11対9です。田中瑞希のサーブです。中央から奥を狙う福本、菊池小倉のここは吸い込みました。得点は黒部に入ります。黒部に10点目が入ります。コクラムがライトからは吸い込みました。まだ観客席から声は出せませんので、選手の声というのもよく聞こえてきます。このサーブネットを越えませんでした。サイドアウト、 JT に12点目が入って、第3セットテクニカルタイムアウトです。3セット続けて JT がリードしてテクニカルタイムアウトを迎えました。12対10、2点差でのテクニカルタイムアウトとなります。画面は黒部アクアフェアリーズのベンチを映しています。今 JT の方にここは変わっています。 JT は西川が18分の9で 50%、 和田も12分の6、田中瑞希も16分の9、タップ側も11分の6と高い決定率が残しています。 JT も関西を拠点としていますので、 JT の見られます。少女バレー選手未来の
黒部としても高橋が15分の4、26.67、山口が13分の7、山口が少し気を吐いている印象があります。梅津も9分の2、コクラムも15分の8と5割を超えてきていますが、もう少しこの辺りに決定率上げていってほしいといったところがあるでしょう。さあ、タッドダウンのサーブで試合が再開しています。タッパを拾う、もみ上げる、西川決めています。レフトから西川決めました。13点目が入ります。キックレフトに振りました。さあ、ここで3番の高橋亜美に代わって4番のイベギンを入れてきました。第1セット以来の登場ということになります。イベギン、トルコ代表として東京オリンピック昨年出場しています。戻して山口、ここはネットを越えませんでした。14対10です。高橋を下げてイベギンを入れてきている黒部。さあ、タットダウンのサーブ、奥を狙って福本、うちイベギンを使う、田中ネット返してなんとかつなげるか、ここは手を伸ばしたが2つ目のパスは通りませんでした。15対10です。ここ高橋が手の甲のあたりで返すように返しました。15対10、黒部がタイムアウト、第3セット1回目取りました。5点差がここはついています。黒部としては流れを変える意味でイベギンを入れてきた伊藤監督なんですが、まだ少し点差をつけられています。まあ、イベギンも今日の試合については10決定率が12分の2ということで 16.67%、 なかなか第1セットリズムをつかめないまま第2セットはベンチということになりました。この後試合を行います岡山シーガルズのファンもこの第1試合戦況を見つめています。ここから流れを、まあ、変えていくことができるか黒部。タットダウンのサーブで試合が再開されます。15対10、5点差がついています。福本、菊池、コクラムクロスに打つ、ボールは黒部に返ります。菊池、コクラムファーストレートに打ってきましたという、ちょっと声を上げました。15対11、タップランの前に打ってきました。さあ、黒部はここで26番コクラムに代わって17番の佐藤がリリーフサーバーに送られます。さあ、浮島をセッターの口に変えていいです。2枚替えをしてきました伊藤監督です。まずは佐藤のサーブ、この人もリリーフサーバーから投入されることが多くなっています。サーブ効果は 8.9% という成績を残しています。これ打っていきます。和田、福本、浮島、サウスポーからここは決めてきました。変わった浮島がここは決めてきました。多少答えを出しています。福島もここまで今シーズンは14分の5という成績、 35.7% の決定率です。15対12、佐藤のサーブが続きます。田中、もみ合んだ、西川を使う、ここよく拾った佐藤、イベギン、リバウンド、田中ジャンプして右で伸ばしましたが、ここはつなぎませんでした。って言ったんですが、さあ、ここで JT がこの試合初めて第3セット1回目のタイムアウトを取りました。黒部は選手を入れ替えて得点を重ねました。黒部、JT の種目は吉原監督、ちょっと点を相手に取られたところで一呼吸を置いてきました。得点の目黒を中心に選手たちが確認を行っています。今シーズンから加わりましたローの姿も見えます。ロー、今日はまだ試合登場していませんが、まあ、この人も明日以降、まあ、これから今日の試合に出るという話がありますので、ローを見たいという人も多
かと思います。15対13、2点差です。佐藤のサーブが続きます。右サイドからのサーブ、西川もみ、和田がライトからここは決めてきました。ここで切ってきました。3点差です。さあ JT はここは和田に代わって塩出が入ります。もみに代わって筒井が入りました。この第3セットもこのタイミングで2枚替えをしてきました吉原監督です。3点差です。塩出のサーブ、福本、佐藤、ブロードを使う山口、塩出、筒井が打つ、ここ決めてきました。アンテナに当たっています。7点目が入ります。塩出のサーブが続きます。ふわっとしたサーブ、オーバーで上げる、もう一度上げて内野、ここはリバウンド、マークワンタッチ取ってきました。山口のサーブレシーブからでした。最後内島がライト決めています。17対14、イベギンのサーブ、田中、もみ、西川レフトから決めました。西川がきちっと決めています。1枚ブロック、山口も行きましたがここは止めきれませんでした。18対14です。イベギン、佐藤、小梅津、塩出、田中、形あります。イベギン、佐藤、浮島ライトから、あ、このつなぐ、福本、浮島を使います。拾います。目黒バックセンター、福間、西川止められました。リベロ目黒のトスアップからでしたが、ここは西川バックアタック決めきれませんでした。さあ JT は1番の西川に代わって10番の西崎を入れてきました。本来はリベロの登録ポジションなんですけれども、リリーフレシーバーとして入っています。クワネットにかかってしまった。サイダーと JT に19点目が入ります。第1第2セットと共通してここも守備をしっかりとしていきます。 JT 吉原監督、高橋のサーブ、前を狙います。福本、佐藤、浮島を使う、フォアブロック止められました。浮島ちょっと悔しそうな表情を浮かべました。20点目が JT に入ります。田中が待っていましたと言わんばかりに止めてきました。黒部2回目のタイムアウトです。5点差がついています。 JT 先に20点目を取りました。先ほどの田中の1枚ブロック、ブロックして跳ね返ったボールが浮島に当たってコートに落ちました。ナットダオと何かのみも話をしています。通訳も交えて話をしています。その他の選手はキャプテンの目黒を中心にこの確認をしたところです。さあここからの巻き返しというのもどのようなプレーを見せるのか。黒部、ミドルの高橋のサーブです。タットダウがフロントローに上がっています。福本、高橋上げて内島、フェイントホイッスルです。その前にホイッスル、得点はゲージになります。でここで選手交代です。代わって菊池がコートに戻ります。そして佐藤に代わってコクラムがコートに戻ります。2枚戻してきました伊藤監督です。21対15、6点差。高橋のサーブが続きます。
奥を狙う福本、徹底して福本を狙います。菊池、梅津、フォアブロック止めました。落ち着いたバッターが飛んでいました。ご覧いただきましょう。次は両腕を上げました。22対15です。7点差。福本、口に帰ります。ここはココナム、なんとかつなぎます。福本、梅津、フェイント、千代でアンダー、田中が打つ、力はありませんが、ここはつなぎます。梅津行きますが、ここは叩きつけきれませんでした。エンドラインの内側にボールが落ちて、23点目が JT に入ります。23対15。高橋のサーブが続きます。福本、菊池、梅津、リバウンド、西崎、千代に帰ってフェイント。ここは筒井がフェイント決めてきました。この途中から出ている筒井なんですが、仕事をきっちりしているという印象があります。24対15、マッチポイントを迎えます。 JT マーベラス、高橋のサーブ、福本、菊池に帰る、今打ちた、イベギン、つなぐ、菊池、梅津、ブロックリバウンド、中村、菊池つないで、ここはコクラム、あ、この西崎、ここ拾った、塩で、田中が押し込む、イベギン、つなぐきれませんでした、最後は田中瑞希がフェイント決めて、25点目が。